綿たき山麓の接触変質地帯の路頭2019年9月6日、撮影綿たき山麓の接触変質地帯は、滋賀県加茂郡日野町北端にある国の天然記念物に指定された接触変成作用の影響を著しく受けた地域である指定名称に含まれる接触変質地帯とは、 マグマの貫入による加熱によって、元来あった岩石に起きる変成作用の一つであるが、今日では接触変成体と呼ぶことが多い。綿向山麓の接触変質地帯は、接触変成体としての典型的な鉱物が複数生成され、それに加え接触変成体と加工岩との境界部が明瞭に観察できる点においても貴重な路頭であり、 1942年9月19日に国の天然記念物に指定された。綿向山麓の接触変質地帯を移し、綿向山麓の接触変質地帯の一東側の杉峠付近から望む綿向さん。綿向山麓の接触変質地帯。天然記念物指定石碑と解説版。2019年9月6日、撮影綿向さんは、 鈴鹿山無役南西部に位置し、冬季には山頂部付近で樹氷を見ることもできる自然豊かな鈴鹿国定公園にある標高1,110メートルの山である。渡向山陸接触変質地帯として国の天然記念物に指定された路頭は山頂の最61.7キロメートル付近にある。この場所は渡向山へ登る登山道の一つである表。 山道コースと山口手前の標高約430メートル付近にあり、日野川支流の西明寺川上流、水木谷と呼ばれる沢の砂岩沿いに通じる林道である北端林道に面した山側に天然記念物指定の石碑と接触編成作用の影響を受けた路頭がある。綿向山の山体は古生代ペルム機の地高射体石物から構成されており、砂岩や結岩、 気力業界岩、石灰岩、チャートなどの地層が随所に見られる。中世大白亜紀の終わり頃に、これらの地層を突き破るような激しいマグマの火山活動があり、地上に噴出したマグマによって、多量の火砕流堆積物が残された。その一方で噴出しないまま地下で冷却固結したマグマは、その後の長い年月にわたる地表面の侵食によって地表に現れ、 今日では、加工岩や加工半岩などの岩として見ることができる。これら一連のマグマ貫入による熱の変成作用を受けたものが、接触変成体であり、当該天然記念物に指定された一体は、接触変成帯としての典型的な鉱物が多数生成されている。指定値一体の地質は、石灰岩と粘板岩に加工岩が貫入したもので、 このうち石灰岩は編成作用によって大理石化しており、スカルン化作用を受けて生じた軽廃石が大量に含まれ、陶器石、ベスブ石、ザクロ石が形成されている。年番岩の方もホルンフェルス化して、黒雲も母、スミレ成石が生じており、大理石層の厚さは10メートルに及んでいる。付近一帯の路頭は、国指定天然記念物でありハンマー等で採掘することは、 法律で禁止されているが、指定地手前の林道から、下の西明寺川へ降りると、上流部の編成体から流れてきた粒手が河原にあり、業界岩、ベスブイシ、ザクロ石などが含まれるものがあって観察することが、できる。また、綿向山の山中にはこれら河口岩の貫入に、伴い形成された、接触交代交渉が多数存在し、線岩塩鉱や流飛鉄鉱、片塩鉱、 自流鉄鋼などが廃坑のズりから拾える。ABCDE 黒田 P998P1000AB 渡向三麓の接触変質地帯文化庁ウェブサイト2019年9月17日閲覧 AB 原 P ABC 原 P1ABCDE 滋賀県教育委員会 a b e 滋賀県高等学校理科教育研究会地学部改編 P148 AB 滋賀県高等学校理科教育研究会地学部改編 P147 AB クダイラ AB 滋賀県高等学校理科教育研究会地学部改編 P149 ありがとうございます